はい、皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。隣にいるのは、なんと、ご自分で。はい。皆さん、倉橋チャンネルではですね、初めてじゃないんですけれども、まあ、たまに、出ます。株式会社 CF ネッツ、まあ、創業社長のですね、倉橋会長の、元で、まあ、いろんな仕事をさせて、覚えてきましたですね。株式会社 CF ネッツ東京本社、首都圏ブロック長の藤原博之と申します、うん。皆さんもどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでね、まあ、せっかくね、はい、今日はこちらのね、三崎の本社でさ、ちょっと個別相談があってね。そうですね。やっぱり、はい、相続絡みの、やっぱ案件がさ、すげえ増えてきてるよね。多いですね。はい。だからまあ、これからね、僕思うんだけどさ、うん、やっぱり人口の動態図見るとね、はい、もう、どん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 これが減る一方じゃない？はい。で、この、まあ、三崎においてもさ、すでに、高齢化が進んでいて、で、その高齢化が進んでいく中で、その、まず第一のね、段階の世代の人たちが、ちょうど今、もう亡くなってきてるわけだよね。うん、で、第二の段階の世代の人たちが、まあ、その25年後にね、もういるわけだけども、はい、もうこれで相当減ってくるじゃん。はい、で、この次だ。この第三の段階の世代の人たちがいないわけだから、そうすると、急激にさ、人口が減るよね、うん。で、また、そういう中でさ、その、二極化が進んでいてね、資産がある人はすげえ資産あるわけじゃん。うん、で、まあ、資産がない人って言うともう本当にさ、もう生活も、ね、脅かせるぐらいのさ、はい、所得で、財産がないっていうことでね、はい、あるわけだけども、これからまだまだね、僕進むと思うんだよね。うん、で、まあ、今、その、藤原君の方でさ、まあ、その、うん、やってる仕事の中でね、今その、相続関係の人ってさ、何割くらいいるの？そうですね、半分まではいかないかもしれないですけれども、うん、もう4割ぐらいは相続絡みですね。そうだね。で、それでさ、例えば、今さ、まあ東京ね、はい、本社にいるんだけど、その東京ってさ、物件買う人って、この間もね、名古屋と大阪、福岡でね、応援してきたけど、大体、そのさ、購入する人のほとんどはさ、意外に、その、地方の人が多くね。多いですね。ね、そうすると、大体どの辺が一番多いの？今ね、名古屋が熱いんですよ。ああ。名古屋が、いや、そうだよな。なんかほら、今まで大阪支社と名古屋支社だと、大阪支社の、投資家さんの方がこう、一歩前に出てる感じで、名古屋がこうちょっと、どっちかというと出遅れてるようなイメージが、今まであったんですけど、ここのところも急に巻き返すっていうかですね、毎月毎月、名古屋支社のね、浜田さん、とどをこう恋にしてる投資家さんが、もう毎月のように登場があってるんですよ。だよね。名古屋今暑いですよ。僕もね、昔ほら名古屋の宅建協会さんでね、講演した時に、もう、行ってすぐさ、僕講演でね、いや、名古屋はさ、中心地危ないですよ、と言ったことがあってね。はい、で、今これ、栄とかさ、まあ、名古屋駅から離れたところが、いわゆる、まあ、繁華街になっていて、地価もそこが高いわけだよね。で、ところがこれからさ、じゃあ、この、駅前のさ、下田屋の家がね、どんどん変わって、駅前ビルができたらさ、結構厳しいよね、と、うん。で、だけど、その時に僕言ったのはね、名古屋の家賃だけど、要は、結局、じゃあね、こう、中心地に住まいができた、マンションができた。だけども、そこが高かったらさ、みんな岐阜に行っちゃうわけだよ。うん、その電車で20分もするとね、まあ僕、もともとクライアントがさ、そこの、岐阜にね、あるクライアントがあって、それ毎月1回行ってたんだけど、もう電車で行ったらすぐじゃん。そうですね。だから、そうするとさ、もう、家賃も、地価もね、半分ぐらいになっちゃうわけだよ。うん、だからそうすると、これリスクだよねっていう話を、もうすごい前だけど、宅建協会にさせてもらって、で、今は名古屋の駅前すごいじゃない？いろんなビルできてね。なって、再開発も進んでるけど、やっぱり家賃がね、伸びないんだよ。でね、これがまた面白いんだけど、名古屋の、ね、まあ、宅建業者のクライアントで僕営業の支援やったり、まあ、そういったのだけど、岐阜のちょっと大きめのね、建設会社の、まあ、クライアント持ってね、そこはコンサルやってたわけだよね。で、そういう時にさ、蓋開けてみるとね、名古屋の人ってお金持ってるの、うん。結構資産家が多いよね。
で、それでほら、まあよくね、名古屋の方から結婚式ってすげえ派手だとか言うじゃん。だから、要はね、娯楽があんまりないからさ、お金貯まる一方だし、あと、お医者さんなんかも結構所得高い人いっぱいいるわけじゃん。で、そういう人たちが今ね、じゃあ、そのお金をさ、相続対策のために、活用するとなると、やっぱ名古屋じゃ不足しちゃうんだよ。ね、うん。で、リスクも高いじゃん。で、多分ですね、うちのですね、CF ネットの名古屋支社の会員さんが東京を買い始めてるっていうのは、うん、今までのその約10年間のそういったコツコツとした話が、ようやく分かってきたっていう感じじゃないかと思うんですよね。うん、それから名古屋のその、うちの会員さんなんかでも、うん、東京の区分とかを持ってる方がいらっしゃるんですよね。うんうん、そう、明らかにその、今の話で、うん、名古屋は全然賃料上がらないのに、うん、東京はなんか開くたんびに上がってると。うん、やっぱ東京はいいんじゃないかっていうのを、ようやく気づき始めたって感じじゃないかと思うんですよね。うんうん、まあちっちゃいところで気がつくんだよな。そうか。なんかそんな気がしますね。はい。これなワンルームなんかを相続対策で買ってるの？買ってる方はいらっしゃいますね。はい。なるほどね。今さ、どうだろう？まあこの間もね、藤原君と一緒にやった、まあ、でかい案件のね、はい、物件、新宿でね。はいはいはい。13万8000だっけあれ。13万8000が20万になったやつですね。そうだ、あれビビりましたね。そりゃオーナーさんの肌よね、だってあれ、全部で、ね、10部屋あるんですよ。あ、そう。10部屋。うんうん、で、だからこれどんどん入れ替わって、その金額になったら、利回りいくつになるのって感じですよね。そうだよね。もともと低いけどね。もともと低いけど、ほら、まあ、今度ね、CF ネッツ不動産ウィークで僕やるけども、はい、要はさ、IRR っていうものの考え方が定着してないじゃん。はい、そうね。で、うちの社内でもさ、IRR っていうことの概念が、まあ分かんない社員もまだいるじゃない、うん、で、だからさ、本来は、このね、まあ、キャップレートで比較的安かったけども、最終的に価値が上がってきたときに、で、それをトータルで考えた利回りっていうことを考えるじゃんと、かなりこれね、有利だってことは分かるじゃん。ね、で、さらに、ね、借り入れ金をさ、嫌う人もいるよね。うん、で、その借り入れ金を嫌う人たちっていうのも、やっぱり、要するにその理屈が分かってないから、リスクがあるんじゃないかと思うよね。だけど、レバレッジかけることによって、資産が膨らむっていう原理が分かんない人いるわけじゃん。で、これはね、僕今回ね、ちょっと、うちのね、社員の、なんていうの、いわゆる配信の中にそういうのはないから、はい、まあ、ちょうどいいからね、僕はこれをやろうと。そう、意外に気がついたこと多いよね。そうね。うん。だから、そういう面でいくとさ、家賃が上がる、売価が上がるってなったら、ほら、ダブルパンチでね、そうね、いい成果が出るよね。はい、うん。だから僕らも最近お客さんにお話ししてる話の中で、うん、現在レントロールってあるじゃないですか。うん、売り物の中にね。うん、まあ、例えば中古の方が分かりやすいですよね。うん、中古で現在こういう家賃で入ってますよっていうレントロールがあって、そのレントロールの将来価値っていうのが上がりそうなアパートとかマンションという考え方もあり得るなっていうふうに思い始めてるんですよね。うん、そうそう、それ大事だよね。はい。うん。まあ、それが IRR なわけだね。はい、もう一つさ、金融機関の動きどうなの？うん？金融機関は。金融機関はですね、今ちょっとずつ金利は、まあ、上がり始めてはいるんですけど、よく会長おっしゃるように、僕らが、初めて不動産を買った頃っていうのは、金利 5% とか 6% の世界じゃないですか。だからみんななんか上がるとか言ってビビってますけど、まあ、なんつうのか、昔の相場を知ってる人からすれば、上がるつっても大したことないですよね、っていう感覚があるんですよね。で、それに金融機関も、やっぱり金融機関っていうのは、要は預金は全部負債で、貸し出しが初めてしたんじゃないですか。だからなんとか微調整をして審査を通すような努力はしてくれてる感じですね。なるほど。まあ、上がるっても大したことないんで、で、うちなんかだとさ、初心者の人がね、デッドカバーレーション、まあ、DCR ね、はいはいはい、1.3 にしてんじゃん。はい、だからどういう意味かっていうと、いわゆる、ネット収入ね、はい、があって、銀行のローンがあって、はい、で、その銀行のローンの支払いの何倍のね、ね、うん、ネットがあるのかっていうと、1.3 以上にしとけば、まあ、結果的には、
金利が上がってもね、空室がちょっと多少あっても問題ないっていうことでやってるから、リスクはそこで取ってるから、まあ、計算上は、ね、これ2%、3%になっても変わらないよね。うん、そうですね。うん、しかも、まあ、GPI があって、空室率ちゃんと引いて、そこから OPEX も引いてネットですから、で、そこに対して 1.3 の余裕を取ってるっていうことだから、相当こう、ストレスはかけてる方だと思うんですよね。で、今のまさ専門用語をね、ちゃんと解説しないと。なるほど。だから、うちの社員みんなそれをね、そうですね。まあ、知ってるものと言ってるから、ダメなんだよ。もう一回言って。そう、はい、解説付きで言わないと。わかりました。いや、でもそれはあれじゃないですか。今度会長のスペシャルセミナーで解説していただけるっていう感じじゃないですか。だからそれをね、楽しみに見ていただいた方がいいんじゃないかなと。そうかもね。うん、そこもね、ちゃんと解説するからね。はい、うん。だからさ、みんなほら、なんとの、不動産投資ってさ、なんとかな、総額の額が大きいから、ビビるけど、はい、実際にね、物件を買ってさ、貸す商売だから、はい、まあ、今日の方もそうだけど、要は、ね、やっぱり専門家にさ、頼んじゃった方がいいよねっていう。そうね。うん。で、そうすると、意外に我々もさ、いい仕事するから、はい、安心じゃんと思うわけだよね。だけどさ、これいちいちね、全体がわかるのに、だって我々、僕だってさ、不動産投資の仕事って始めたのは、40年ん ?40 年くらい前か。うん、まあ、40年までいかないか、35、6年か。の時から、まあ、資産家相手にさ、ね、相続対策の仕事を始めてやってたわけだよね。で、それですら、まだね、まだまだ手があるなと思ってるわけだよね。で、そういう中に、不動産投資っていうものを当て込めることによって、今度は資産防衛になるよねっていう。うん、そういうようなことが、総合的にわかるのにはさ、専門家だよ。まあ、毎日不動産の仕事をやってて、ね、30年もかかる、ね、ことを、ね、さらっとわかるわけないじゃんと思うわけ。だからね、まあ今日の方もね、いや、そんな手が思いつくんですかみたいなね。まあ、頭パンクしましたとかおっしゃってましたよ。頭パンクしましたっておっしゃってました。いや、だからね、結局、そういうことなんだよ、ええ。要はさ、我々さ、まあ、日常生活の中でね、スキルが上がっちゃってるから、逆にさ、ね、こうすれば簡単じゃんと思うことが、一般の人わかんないじゃん。そうね。それでさらにさ、僕はね、いつも言うんだけど、結局ね、提案書っていうのをさ、持ってくる人いるのよ。うん、ね。で、それがさ、まあ大体ね、大手の金融機関とか、まあ、そこから紹介された人とか言ってね。それで、相続税の計算、はい、できました。で、こいつを、じゃあどうしたらいいんですかって言った時に、何もない。うん、だから、具体的な案がないっていうのは、具体的な案がないから、ね、結局、じゃあ高いのを、ね、買って、ね、高い、借り入れをして、で、相続税は下げましょう。ただそれだけじゃん。だけどこれ運営どうすんの？そうだね。とかさ、あともうひどいのになるとさ、あれだよ、銀行からお金引っ張って、ね、不動産、担保ローンでね、それ使い切っちゃえばいい。使い切っちゃったらさ、財産なくなるじゃん。だったら最初から売ってね、それで使っちゃった方がいいじゃんって思うよね。だそんなようなことのさ、プロっていう人たちがさ、いないんだよ、この業界は。今日のお客さんも、僕は、ね、隣に座ってお話を聞いてましたが、一般の方としては結構詳しい方ですよね。そうですね。結構詳しいですよね。計算もできるし。で、その詳しい、結構詳しいなっていう方が、もう頭パンクしますっていうぐらいのアイデアが出てるんですよ。バンバンバンと。わかりやすいでしょ。聞いててわかるよね。そうね。だけど、あ、そういうことだねって、なんか、ね、僕もなんかずっとさ、最近、2年くらいね、はい、必ずこう立ち会ってるけどさ、はい、まあ、ある意味ではどんどんね、前に進んでる人たちもね、うん、いっぱいいるわけだよね。でさ、やっぱりね、僕もあれね、まあ、外科医みたいなもんだよな。うん、要するに、その場で見てかってやるけど、あとはさ、具体的にこう、実務が伴って、うん、交渉相性っていうのは、税理士が入ったり、弁護士が入ったり、いろんな形しながら進めていくわけじゃん。うん、やっぱそこの中にこう、専門家のグループでさ、動ける、この不動産の、この、なんていうかな、を活用した相続対策とかね、はい、実際にはあと、ほら、まあ、前にもあったけど、要するに公正手続きね、はい、納めすぎちゃった税金ね、はい、これ、税理士の先生がね、普通に申告しちゃって、で、結果的に僕のところにね、二次相続の話来たんだけど、はい、まだ公正手続きできるからって言って、で、やったらさ、4700万か、返ってきたわけじゃん。
あれってさ、最初からね、やれれば4700万、ね、余分な金払わなくてよかったけどね。はい、だからね、こう世の中に専門家がいないさ、セクションってあるんだよ。でこれは、やっぱりね、思うんだけど、実際そこのね、僕なんかは自分の相続のことも考えなきゃいけないから、はい、結構真剣に考えてるわけじゃん。だけど、普通のさ、サラリーマンの人、自分の相続なんか関係ないわけじゃん。相続税も払わない人たちが、ね、その、なんか外から聞いてきたことで、こう、プラン作ったって、そりゃ絵に描いた餅だよね。ね。うん。だやっぱり、そこには物件を買ったら運営する人がいなきゃいけないし、買ったら今度トラブルする、こうする人がいなきゃいけないし、で、買ったら融資のね、手続きを取る人がいなきゃいけないし、ね、あとは規模が多くなったらね、当然税理士も行くだろうし、うん、あとね、なんか、訴訟事になればさ、弁護士がいるわけじゃん。で、その専門家がさ、ひとまとめになってるって他にないもんね。いや、ないと思います、ね。聞いたことないよね。ないですよ。うん。まあ、この間もね、うちの税理士が、言ってましたけどね、こんな会社ないのに、なんで、ね、もっと相談増えないんだろうみたいなさ、ね、言ってたよね。言ってましたね。うん。僕はね、結構ね、バンバン電話してる。あ、そうなんだ。毎日の、今日もしましたよ。ほんと？今日もね、電話しました。ああ、それはね。結構ね、しつこくしつこく。うん、やっぱりそうするとさ、理解するじゃん、はい。で、それは実際数字に落とし込むとさ、結構ね、お客さんのためになるわけだよね。うん、やっぱね、我々さ、せっかくここまでね、スキルが上がってきたんだから、やっぱお客さんのためになるようにね、うん、やっぱり生きていった方が、ね、喜ばれて仕事をできるわけだから、はい、まあ、その方が、やっぱさ、ね、変に、ね、その、なんか、金金金っていうのもさ、どうかと思うけども、やっぱり、ね、こうやってなんか縁があってさ、こう来てくれるとね、うん、僕なんかもやはりね、やりがいが出るしさ、うん、今までね、全然ね、知らなかった人がさ、こうやって YouTube 通じてね、うん、わざわざ遠くからさ、今日宿泊だからね、三崎塾ね。泊まりがけで来ていただいて。ね、来ていただいてさ、で、まあね、これから美味しいもの食べてね、お帰りになって、少しでもね、また三崎楽しみにしてくれれば、はい、ね、今度しょっちゅう来るような形になったりね、するわけだよ。うん。今日の方もね、頭すっきりしましたっておっしゃってましたよね。そう。帰る頃には。うん、うん、そうだね。帰る頃には。はい。だって、ね、もう事前にこう、いろんな考えがね、あ、はい、ったけど、やっぱりすっきりしたって、ね、まあ、すっきりするよね。そうだね。うん。やっぱり、こう、一つのことじゃないからね、細かくさ、なんか、ね、細かいスキルの積み重ねじゃん。それが、どっかかけてもダメなわけだよね。ね、うん。あと、ほら、M&A でさ、ほら、はい、ね、はい、あるよね、はい、この金持った人がね、はい、この金どうしたらいいんだろうって感じだったね。うん。で、それも、やっぱりさ、不動産の、ね、その運用会社を作って、で、そこで資産運用することによって、うん、その M&A で得たお金をね、また増やすことできちゃうんですよ。はい。で、増やしながら、ね、個別を、なんと、相続対策になるじゃん。っていうことがさ、皆さん知らないんだよね。そうね。うん。だから、お金は一つのお金と思っちゃうけど、やっぱりさ、資産価値を圧縮したりさ、ね、いうことは、やっぱりこう、株式とか、ね、あとで FX とか、ね、特にね、また、今、規制が厳しくなってきてる、ね、仮想通貨とか、うん、まあ、そんなんで、ね、隠せるわけないわけだよね、はい。で、そういうんじゃなくて、やっぱり正々堂々とね、不動産を活用した、うん、圧縮方法ってあるから、うん、そこはやっぱ皆さんにね、分かっていただきたいなと思うね。そうね、うん。はい。ということで、今度は何、言って、なっけ、不動産ウィーク何やるの？あ、不動産ウィーク。うん、今度ですね、11月の、あれ何日からだったかな、うん、18から23か、うんうん。今度ですね、うん、株式会社 CF ネッツで、CF ネッツ不動産ウィーク、2024秋っていうのをやるんですね、うん。で、それが今お話ししたその日程でやるんですけれども、その中で、いろんな、まあ、コンサルタントが、まあ、いろんなお話を、まあ、するんですよね。うん、で、僕はですね、今回は、加盟店を紹介しようと思ってるんですよ。あ、ね、というのが、うん、意外とその CF ネッツの、まあ、加盟店組織っていうの自体をご存知でない方が多いんじゃないかなと思ってましてね。で、加盟店、まあ CF ネッツ本体があって、加盟店っていうのが今、富山、それから埼玉、久喜、それから鳥取、それとあとは福岡、
あ、それと、この CF1 も加盟店なんですけど。まあ、そういうんですね。うんうん、要は、CF ネッツと、こう、まあ、志を同じくする会社同士で、こう、まあ、提携と言ったらいいですかね。うん、提携し合っている、まあ、組織体があるんですね。で、今申しましたように、富山にあったり、埼玉口にあったり、埼玉口ってどっちかというと、埼玉県の上の方ですよね。北部の方なんですけれども、今の相続の話と関連するんですけれども、例えば、親が亡くなって、富山の土地を相続しちゃって、これどうすんのと、言ったような場合、CF ネッツ本体じゃなかなか動きにくいんだけど、加盟店組織に乗っかってもらえれば、それ処理できますよ、と。そういうような、要は、各加盟店の方々に、その CF ネッツと連携して何ができるのか、我が社は何が強いのか、そこら辺をぜひプレゼンしてください。それをフェアで流しましょう。というような感じで、今、これから、まあ、そういった、お願いを、まあ、してるところなんですけどね。まあ、それをやらせてもらいます。なるほど。実際にあるからね。はい、100万じゃ、要は、富山で、土地売却して、そのお金を、首都圏に持ってくるとか、あるもんね。でそういうのはさ、やっぱり、小規模タクシーの評価源がね、使えるっていうか、有効に使えるのはさ、やっぱ路線価高くないと、ダメだから。はい、やっぱそういう面では、やっぱりこう、信頼できるさ、この首都圏のチームがね、この加盟店の中に、というか、もう本体があって、それを周りの人たちがこうね、進んで、活用してもらうってのはいいんじゃないかなと思うよね。はい、なんかさ、そういえば、東北とか来ないな。東北はそうですね。あんまりないですね。昔北海道あったけどね、ちょっとね、ちょっとあってこっちからやめてもらってたんだけどさ。東北地方はあんまないですね。言われてみれば。本来は向こうの方が苦労すると思うんだけどね。そうね。まあそんなことでね、ぜひ、不動産ウィークね、楽しみにしていただいて。そうですね。で、今申しましたように、僕はですね、CF ネッツの加盟店っていうのはこうですっていうのはですね。それで、加盟店会議も初公開しましょうと。こういうような、イベントをやるんですが、まあ、やっぱり、会長のですね、今の倉橋会長のその、投資、不動産投資の基礎知識的な、これね、今回の目玉なんですよね。そこら辺をお見逃しなく見ていただければなと。あと最終日には、また、そうですね。ちょっとね、例の。世界の動きを。皆さんにね、お伝えしたいと思ってるので、ぜひね、お楽しみにしていただきたいと思います。はい、ということでね、これから飯食い行く感じがね。はい。そうですね、はい、それじゃあ、また、じゃあ皆さんぜひね、CF ネッツの不動産ウィーク、ぜひお楽しみにしてください。申し込んでくださいね。申し込んないと見れないですから。はい。ということで、それではまた。それではまた。